4、船の中。これですよ。10メートルばかりエプロンを走ると、中太が立ち止まって言いました。稲光に見え隠れする船は、長さ20メートル余り。船腹のペンキは剥げかかり、夕方見た小舟だまりにつながれていた船をわずかに大きくしたものでした。本当に来るんですか？中太はガンバの横顔を見て言いました。ガンバは小さくうなずきました。中太は友の方に歩いていくと、友と桟橋を結びつけている太いモヤイズナに飛び乗り、スルスルと渡り船に入りました。ガンバも中太に習い、モヤイズナに飛び乗り、それからしっかりしがみつき、そろそろ前へ進んでいきました。雨に濡れたモヤイズナは、そうでなくとも初めてのガンバにとっては渡りづらいのに、つるつる滑り、手足の力を抜くと、そのまま海の中に落ちてしまいそうになるのでした。ゆっくりゆっくりという中太の言葉を聞きながら、全身雨と汗でぐっしょり濡れて、ガンバは前に進んでいきます。そしてやっとの思いで友にたどり着くと、はあはあ息を切らして甲板に飛び降りました。相変わらず稲光が空を走り、時々は海の上へひらめいて落ちてきます。2匹は雨で滑る甲板を走り、船の真ん中あたりにある下降階段にたどり着き、やっと息をついて下に降りていきました。背後では凄まじい雷鳴がとどろき、船全体が揺れるような感じがします。2匹は絶え間のない稲光のおかげで白く見える階段を降り、機関室の隣にある船倉の中に逃げ込むことができました。2匹はひとまず入り口近くに落ちていた布の上に落ち着くと、体を回転させ雨水を拭きました。それから2匹ともうずくまり、階段の上でパッパッと青白く光る稲妻を見ていました。戦争に入ってから1時間余りで雨は止みました。雷鳴はそれからあとしばらく続いていましたが、やがてそれも聞こえなくなり、あとはただ潜伏を打つ波の音が規則正しく聞こえてくるだけになりました。空にはいつの間にか星が美しく瞬いていました。ガンバは先ほど体についた雨水をすっかり布で拭き取ったはずなのに、寒気がしてきて仕方がありませんでした。夜明けの寒さのせいなのか、それとも酒が冷めてきたせいなのか、ガンバには分かりませんでしたが、震えが止まらず布にくるまるようにしていました。中太はガンバのすぐ隣で静かに横になっています。2匹は戦争に入ってきてからまだ一言も言葉を交わしていませんでした。ガンバは傷つき痩せこけた中太に向かって、何か話しかけなければならない、せめて少し眠った方がいいという言葉くらいかけなければいけないと何度か思ったのですが、口の中がすっかり乾ききってしまい、声が出てこず、ただ震えながら空をじっと見つめていました。2匹がそうやって黙って横になっているうちに、階段の降り口のあたりがかすかに明るくなってきました。どうやら夜が終わり、朝が来たことを告げているようです。なおしばらくすると、どこか遠くの方でかすかな物音がし始めました。そして階段のあたりが次第にはっきり見えるようになってきました。空は白みかけ、星は一つか二つ最後の光を投げかけていました。遠くでしてきた物音が次第に大きくなり、シャッターが開けられるような音や人声が聞こえ始めました。さらに空が白く明るくなってくると、物音や人声が近くなってきました。すると中太が黙って立ち上がり、船倉の隅の板の割れ目まで歩いていき、中に入るとガンバにも来るように合図しました。ガンバも立ち上がり、中太の後を追って割れ目の中に入りました。それとほとんど同時に人声がすぐそばから聞こえ、
やがて掛け声とともに段ボールの箱や野菜かご、果物箱などを担いだ人たちが次々に階段を降りてきました。そして戦争の中央にどんどん積み上げていきました。船荷が戦争の半分くらいを占めると積み荷は終わりました。その頃は戦争の中もすっかり明るくなりました。すると今度は甲板から楽しそうな笑い声や口笛が聞こえてきました。船客が乗り込んできたのです。それと同時にエンジンの音が小さく響き始めました。その響きは次第に大きくなり、やがてボーッという汽笛とともに船はかすかに揺れ動き始めました。出港ですよ。中太が緊張して固くなっているガンバに言いました。船は小さく振動しながら動いていきます。そして少しするとぐらっと大きく横揺れしました。港から出たところです。再び中太が言いました。ガンバは生唾を飲み込んで中太の言葉を聞きました。ガンバ、船が島に着いたらあなたは戻った方がいいですよ。中太が突然ガンバの顔を見ると言いました。どうも誤解しないでください。決してあなたが島に来てくれても何にもならないなんていうつもりはないんです。この船は明日の朝には島に着きます。ゆっくりできるのはそれまでです。だから今のうちに言っておかないと。あなたは帰るべきです。上屋の中でもちょっと言ったけれど、もう十分です。さっきからそのことを考えていたんです。僕は帰るのが僕の仕事だと思うから帰ります。これはあなたが僕に教えてくれたことです。しかしあなたの仕事ではないような気がします。あなたはあなたの仕事に帰るべきです。船乗りネズミたちは船に帰って旅に出る。港ネズミは港でいつもの仕事を始める。島のネズミは島に帰る。そして町のネズミは町に帰る。これが自然ですよ。一番当たり前のことですよ。僕には僕を待っている家族とどこかにまだ仲間がいるかもしれない。あなたとは無関係です。これは僕の仕事。あなたのではない。中太は落ち着いた。しかしかすかに震えを帯びた声で言いました。ガンバはその声をうつむいて聞いていましたが、中太の話が終わるとかすれたような声で言い返しました。俺は一度言ったことはとことんまでやる主義なんだ。そんなに俺のことを気にかけてくれなくたっていいぜ。傷だらけの仲間を放って町になんか帰れないさ。俺はな、決して死を恐れないぜ。いや、お前たちと一緒に戦って死ぬなら本望だ。そんなに簡単に死ぬなんて言わないでくださいよ。まあ、島に着くまではまだ時間があるから、少し眠ってゆっくりしてください。あなたは疲れています。僕も眠ります。考えるのはそれからでもいいのですから。しかし、やはりあなたは帰るべきです。中太はそこまで言うと安心したのか、体を楽に伸ばし目を閉じました。ガンバは中太に何か言おうとして口を開きかけましたが、そのまま黙ってやはり目を閉じました。規則正しいエンジンの音と船のかなり大きい横揺れ、それに朝のひやりとした空気が疲れているガンバを静かに眠りに誘いました。ガンバはいつの間にかうつらうつら眠っていました。チェ、小せい船だぜこれは。どのくらい眠った頃だったでしょうか。ガンバは誰かがそうつぶやくのを聞いたような気がして目を覚ましました。しかし目を開けてみても、隣に眠っている中太のほか誰も見えず、夢を見たのかと思い、また眠ろうと目を閉じました。こんなに揺れるんじゃゆっくり休めもしねえ。再び今度は大きな声がしました。ガンバははっとして飛び上がりました。中太も目を覚まし起き上がっています。
声はどうやら入り口近くでしています。2匹は板の割れ目からそっと這い出すと、用心深く戦争の中央段ボールの箱の陰に身を隠しながら入り口近くまで歩いて行ってみました。すると一匹のネズミが後ろ向きに辺りを見回しているのが目に入りました。まったくこんな船旅なんざしたことがねえぜ。そのネズミはまたしても大きな声を出しました。ガンバはその声を聞くと驚いて叫びました。よいしょ。すると後ろ向きに座っていたネズミはゆっくり振り返るとガンバを見、それからチュータを見て落ち着いた声で言いました。チュータ、本当に島に行くのはこの船しかねえのかい。こんなガラクタばっかり積み上がって。いいか、海竜丸は少なくとも戦争だけでこの船ぐらいの大きさはあるんだぜ。まったくゆっくり横になる場所もねえじゃねえか。よいしょはもう明るいというのにウイスキーの瓶を手にしてぐいぐいやりながらでかい声で言いました。ガンバは声が出ませんでした。チュータがやっとつっかえながら、どうしてこの船に、と聞きました。しかしよいしょはそれには答えず、にやりと笑うと、驚くことはねえさ。そんなことに驚いているようじゃ、これからのことが案じられるってもんさ。ほれ、みな。とよいしょはすぐ後ろの段ボールの箱を指さしました。その段ボールの上の方に小さな丸い穴が開いていて、近寄ってみるとその穴の中にキラリと光る目がありました。出てこいよというよいしょの声に中にいたものはぬっと顔を出しました。何かをしきりに考えているらしく、額にしわを寄せ、口を真一文字に結んでいる一匹のネズミ。学者だ。ガンバは腰を抜かさんばかりに驚いて小さな声を上げました。学者はちらりといるような視線をガンバに投げかけましたが、ゆっくり段ボールから這い出してくるとチュータのそばに行き、傷は思ったより浅いな、とだけ言いました。ガンバ、今から腰を抜かしたりしないでくれ。俺たちはおめえたちのようなアマチュアの船乗りとは違うからな。一番楽な方法で船に入ってくるんだ。おめえたち、大方ぼやい綱でも伝って入ってきたんだろう、あの雨の中を。危ねえ危ねえ。特に酔っ払っている時はぼやい綱は禁物だぜ。こんなボロ船ではラットゲートもついていねえからまだいいが、俺たちが乗るような船はみんなついていて、そこからは入れねえようになっている。そこでだ、前もって船荷を調べておいてその中に入ってくるって寸法さ。まあざっと俺たちプロのやり方はこんなもんだ。おいおい船ってものを教えてやるからな、とよいしょがそこまで言った時、どこだ、そこにいるのか、という声とともに一匹のネズミが階段を駆け下り戦争に入り込んできて、勢い余って段ボールの箱に頭を強く打ちつけ倒れてしまいました。こいつ伊達天だ。ガンバはそう言いながら伊達天の頭を 2,3 度小突くと、伊達天はフラフラしながら起き上がり、ああだから足が速すぎることは困るんだよ、とため息をつきました。そして初めて目の前にいたよいしょと学者に気づくと、なんだお前たちも来たのか、という顔をしてにっこり笑い、続けて、仲間のイカ様を知らないかい、今友から一緒に走ってきたのに、と聞きました。知らないというみんなの言葉を聞くと、伊達天はまだ痛む頭を左右に振りながらまた、ああだから足が速すぎるってことは困るんだよ、とため息まじりに言いました。そして乱れた頭の毛を丁寧に直し始めました。するとまた一匹のネズミが入り口から顔を出しました。小柄な真っ黒いネズミですが、目だけは鋭くあたりをうかがっています。手にはチーズを持っています。イカ様遅いよ、
俺はもう30分も待っていたんだぜ。イダテンがさも待ちくたびれたというような声を出して言いました。イカ様と呼ばれたネズミは、ダンボールの箱のそばにいる5匹を見ると近づいてきて、まったく世の中には間抜けがいるぜ。甲板でそいつぼんやり空を見てやがるんだ。甲板には人間がぞろぞろ嫌がるというのにな。このチーズそいつが口にくわえていやがったのよ。踏みつぶされねえだけでも儲けもんだ。俺はそいつに世の中の歩きよを教えてきてやったぜ。こいつを使ってな。と言ってイカ様は耳からサイコロを取り出して手の中で振ってみせました。チーズを取り上げてやったというわけだ。それでもそいつ別に悲しそうな顔もせず空を見ていやがる。ほらおいでなすった、あいつだぜ、あの間延びした顔のやつ。入り口に今度はおもながのネズミが現れました。口を半分開け、みんなの方をぼーっとした目つきで見ています。そしてチュータとガンバを見つけるとゆっくり笑いました。おめえ誰だ？ヨイショが聞きました。そのネズミはヨイショの方を向いて間延びした調子で、本当は僕はとてもいい名前だったらしいけれど、とそこまで言うとゆっくり戦争を眺めしばらく黙っていました。誰なんだよ。もう一度ヨイショが今度は少しイライラした口調で言いました。そうだけれど、みんなは僕のことをそのいい名前では呼んでくれなかったんだよ。僕はみんなにもっと僕をその名前あまり気に入ってはいないけれど、そればかりかどちらかというと嫌いなんだけれど。またまたそこでそのネズミは一息入れました。思い切って告白すれば、告白なんてちょっと大げさだけどね、僕の名前はボーボ。くすりとイカ様がそれを聞いて笑いました。大方そんな名前だと思ったぜ。全くお似合いの名前だ。どうせ間抜けかぼんやりかそんなところだろうとは思っていたよ。イカ様の言葉を聞くとボーボはゆっくり笑い、でも仕方がないよ。僕は人より何をやってもワンテンポを遅れるらしいんだから。それに船に乗ったの初めてだから。僕は乗客と一緒に乗ってきたんだけど、僕は港ネズミだから、いつも桟橋から海を眺めて、一度でいいから水平線の向こうまで行ってみたいと毎日思っていたんだ。思いは通じるのかな。やっぱり僕はガンバとチュータの話を聞いて、取るものもとりあえずチーズを持って、あれ僕のチーズなくなっちゃった。ボーボは情けない声を出してうろうろあたりを探し始めました。おいおいよせよ、チーズはさっき俺がサイコロで任して取り上げたじゃないか。まったくお前の話を聞いているとジンマシンが出るぜ。イカ様がさも軽蔑したような口調でボーボに言いました。このイカ様はいつでも何でもサイコロで決めるんだぜ。この船に来るか来ないかもサイコロの一振りさ。イダテンが肩をすくめて言いました。当たり前だ。サイコロの方が頭を使うよりも正確な結果が出るんだ。長か半、俺の判断だ。なまじ頭を使っているやつよりよほど正しいんだぜ。違うね。イカ様の言葉にすかさず学者が反発しました。イカ様が少しムッとして、まあ今にわかるさ。お前さんが一生懸命考え出した結論と俺のサイコロの結論のどちらが正しいかね。今度だって大方お前さんいろいろ考えてここまで来たんだろうが、俺はサイコロを振っただけだ。
結果はご覧の通り同じだ、と言いました。2匹はお互いにきっとした目つきでにらみ合いましたが、これで全部か？夢見ヶ島行きのつわものは総勢7人だ、とよいしょが2匹のやりとりを無視して言いましたので、それで終わりになりました。ところがどっこい、まだまだ序の口、と言って、今度は果物かごの中からバレットがつま先立って回転しながら現れました。続いて、やあみんな、やはり船はいいね、と歌いながら2匹のネズミが、やはり果物かごから現れました。バスとテノールです。これで10人、まだ誰かいるか？よいしょが叫ぶと、一番上に積み上げられている段ボールの箱の中から、ここにもいるぜ。でも出られないんだ。外から穴開けてくれ。という声がしました。すると、いよいよ僕の出番らしいな。という声が野菜かごの中からしたかと思うと、一匹のネズミが飛び出してきて、僕はジャンプだ。見てろよ。と言って、助走をつけて走ってきたと思うと、ひょいとその箱に飛び乗り、箱の隅に噛みつき穴を開けました。中からまず茶色いネズミが出てきて、ブスッとした声で、俺は穴掘り、去年1年で掘った穴がざっと1キロメートル、と言ってみんなのところに飛び降りてきました。続いて、ガンバ、俺もやっぱり行くよ、島でうまいものを食うためにな、と言って満腹が、そしてその後からうつむき加減に詩人が出てきました。詩人は中太のそばに降りてくると一言小さい声で、許してくれと言いました。これで14人だ。さすがのよいしょも驚いたような口調で言いました。そして最後の2人は俺たちかもしれんと言いながら、入り口からぬっと現れたのは、前歯が異常に突き出たネズミと、年を取り目をしばたたかせているネズミです。俺はカリック、噛むことが得意だ。そしてこいつは、誰だいあんたは。実はチュータ、お前がどこにいるのかと思い探していると、この船の救命ボートのそばでこいつがうろうろしていたもんだから一緒に来たんだが、どうも役に立ちそうにないな。カリックの言葉にみんなはその年取ったネズミをじろじろ見ました。目はしょぼしょぼしており、ひげは白くなり、おまけに歯は欠けていました。歩き方もぎくしゃくしており、カリックについて歩くのがやっとのことでした。あんた誰だい？よいしょが年寄りネズミに聞きました。聞かれたネズミは床を見たままゆっくり、もう名前なんぞを忘れてしもうた、と言いました。で、どこから来たんだ？それも忘れてしもうた。おめえ、それで島に行くつもりはねえんだろ？よいしょが呆れたように言いました。行きます。年寄りネズミは小さな、しかしはっきりした口調で言いました。そりゃよした方がいいぜ。港あたりでゆっくりお天道様でも浴びていた方が身のためだ。日向ぼっこに島に行くんじゃねえからな。こんなことを言いたかねえが、足手まといになるってことさ。じいさん、帰んな。よいしょが吐き捨てるようにそう言いましたが、年寄りネズミは動こうともせず、ゆっくりみんなの後ろに回ると、目を閉じて横になってしまいました。ああ、善と危うし。じいさん、俺が名前をつけてあげよう。老いぼれってのはどうだい？お似合いだろう。イカ様の言葉に2、3匹のネズミがくすりと笑いましたが、その年寄りネズミはかすかに頬を緩めただけで横になってしまいました。仕方がねえやじいさん。いや、老いぼれも入れて16人。これで全部らしいぜ。よいしょは中太にそう言うと、くるりとガンバの方を向いてにやりと笑って言いました。ガンバ、おめえも悪いやつだぜ。15人もの仲間を強引に連れ込んだりしてな。ガンバはそれまで
ネズミが一匹一匹現れるたびに口をポカンと開けて見ていましたが、よいしょにそう言われて初めてはっと我に帰りました。そしてその途端思わず涙をこぼしそうになりました。中太はすでに赤い目をしてみんなの顔を一つ一つゆっくり見ていました。町ネズミがガンバに満腹、港ネズミがボーボと、君もそうかジャンプ、それなら二人、船乗りネズミは私とヨイショとカリック、イカサマ、テノールとバス、バレット、イダテン、詩人、穴掘りの10人、島のネズミはチュータ、それにどこから来たのか知らないが老いぼれ、総勢16人。よし、それでは作戦を立てよう。学者は額にシワを寄せたまま言いました。いや、そう慌てることもねえさ。島に着くのは明日の朝だ。夜にでもなったらやればいい。明るいうちは休むんだ。みんな昨日から寝てない顔だぜ。とよいしょがみんなの顔を見回して言いました。そしてガンバの顔を見ると、ガンバ、雨は昨日の、いや今朝までの雷で終わったぜ。一度ゆっくり甲板に上がって海を見てくるがいいや。何、俺が案内するよ。おめえには借りがあるからな。とにかく上に来いよ。いいかガンバ、夏が来たんだぜ。冒険の夏がよ。俺の血がうずく夏がよ。夏は考えねえでやるときよ。おまけにこんな明るいうちからめんどくせえことを考えたらお天道様に顔向けできねえ。甲板へ行こう。海を見せよう。俺が船乗りをやめられねえ理由を教えてやろう。よいしょはそう言って立ち上がると階段の方に向かって歩き始めました。ガンバも後に従いました。残りのネズミたちは思い思い床の上で横になり休んでいます。